はようございます。今日のお話は定時制高校の話になります。この定時制高校の話は昭和55年から、昭和59年までの4年間自分が、在籍した話になります。結構、面白い話になるんで、まずは初っ端、入学前の、試験ですね。入試の試験、県立だったんで、昼間の高校と定時制高校同じ日に同じ問題で受験をします。なんで、昼間の高校は結構進学校、大学に行く進学校で千葉県でも有数の進学校だったんで、かなり偏差値が高い人が受験してました。で、かたや定時制は当時は、偏差値こいつねえんじゃねえかなみたいなぐらいの、レベルの人たちが受験しに来てました。そうでない人もいたんだけど、大多数は本当に俗に言う頭悪いなこいつっていうのが結構来てました。で、案の定問題が一緒なんで、試験会場は、教室はちょっと違うんだけど、廊下に出たら、昼間の高校の受験生たちの話を聞いてると、いやここどうだった、ああだったって話してるんですよ。で、いやマジか、そこ俺間違えちゃったとか言って話してるんだけど、もうレベルが高すぎる。間違えちゃったっていうのが一問ぐらいで、あと、じゃあ俺は そこ大丈夫やってたら100点だとか、ほとんど100点か90点以上、1問か2問しか間違えないっていうレベルで、かたや定時制の人たちは、結局もう解けないんですよね、ほとんど。なんで、こっから選べっていう問題だけを、山間でやってるもんで、いやここ合ってたかな合ってないかな、いや俺30点だな、あ俺ダメだ0点だなとかいう、そんなレベルの、人たちでした。で、一生懸命受験して、合格発表、これまた、発表も同じ日で、学校に、受験番号が貼り出されてあって、で、定時制は、落ちてる人結構いたってわけじゃないけど、落ちてる人もいました。昼間ちょっとわからないんだけど、で、定時制は落ちてる人はどんな人かなって言ったら、受験そもそも来てない人が落ちてました。なんで、名前だけ書いて0点でも、合格してましたね。倍率がなかったんで、募集人数より、受験者が少ないんで全員合格です、それは後から知ったんだけど、また後日、後日談はずっと続くんだけど、入るのは結構簡単でも卒業するのはかなり難しい。で、今はどうか分かんないんですけど、定時制当時は、何らかの理由で定時制来てましたね。例えば、先輩なんだけど、
本当は昼間の学校に行く予定だったぐらい の勉強ができる人だったんだけど、入学ちょっと前に、家が火事になって、大変な状況なので両親に負担かけたくないということで定時制に自分は働いてその学費でもって高校出るっていう形の先輩もいましたね。あとは当時僕はもう15歳から1年生に入学したんだけど、同級生同じクラスで55歳の人がいました。戦争行ったって言ってましたね。で戦争行って、勉強する時間も、そういう機会がなかったんで今孫ができてで、ちょっと落ち着いたんで勉強 しようって言って、自分と同じクラスで卒業一緒にしましたね。でその人は55で入学したから59で一緒に卒業しました。でその時朝日新聞かなんかに、取り上げられたのかな、取材に来てましたね。はい。でクラスは入学はだいたい1クラス60人の、120人3クラス、ね、でそれが1年生で2年になって半分になって3年になって、あんま変わらず4年になって変わらずで、卒業するときは、60人切ってましたね。58名かな。途中で2年3年で、変転入で入ってくる人もいるので、であと辞めてく人もいるので、でも大体2年3年4年は60人で推移してたかな。そんな、定時制の話でした。また明日もねこの話続くんで、また皆さん、ご視聴よろしくお願いします。今日の話は以上です。